今回はですね、ミスできない20ヤードから30ヤードのねアプローチについて皆さんにいい情報をお届けしたいと思います。はい、アマチュアの人たちって20ヤードまだ打ててるんだけど、30ヤードからそれ以降になると、極端にミスが出やすい、なんかすっごいざっくりやってみたり、なんかグリーンオーバーするぐらいカツンってこうね、なんかこうトップするようなボールで行ったり来たりをこう繰り返しちゃう、そういうショットをね繰り返す人たちが多いんだけど、そこなんでそうなるのかっていうのを皆さんに教えます。はい、やっぱりあの20ヤードまだね、あのウェイトシフトとかいらない、こう肩のショルダーストロークだけで20ヤードってまだ飛ばせるんですよ。ただでもね、これは20ヤードまではいいんだけど、30ヤードからそれ以降になった時に、それ以上になった時に、アマチュアの方たちは振り幅で、さっきの20ヤードの振り幅がこのぐらいだったとしたら、この振り幅だとしたら、30ヤード腕の振り幅で距離を伸ばそうとしちゃう人たちが多いんですよ。あー、なるほど。でそこをね、やっぱりこう改善しないと、まずこのアプローチの30ヤード以上の距離の精度っていうのは上がっていかないですね。だからそこをどういうふうにこうまずアプローチしなきゃいけないかっていうのを今日お伝えします。まずはじゃあここから20ヤードのアプローチを行っていきたいと思います。で、まあ、あまりウエイトシフトを使わない腕だけの振り幅ね、振り幅だけの、スピードの距離が出る、それとウエイトの配分が6対4ぐらいの形で行います。こんな感じです。もう限界、これが限界です。腕とか肩、腕だけだったらね、ウエイトシフトをしないでいくために、しないで行うんだったらこれ限界。でもだからこれあと30ヤードの時に手だけでやってみます。まあ、こういう風になんかハーフトップみたいな当たりですか。そう、もうかっこ悪い、まず、それをまずなくすためにはどうするかって言ったら、6対4で構えてたウエイトの配分はそのままね、そしてテイクバックも振り幅は、あんまり変えなくていいです、20ヤードと。ただここから先で右足を使って6対4だったウエイトの配分を7対3とか、もしくは8対2ぐらいに左に乗せてあげるってことです。なるほど。そうすると今までの腕の振り分のスピードプラスウエイトのエネルギーがボールに伝わって、ボールがキャリーが増えて飛んでいくっていうね、ちょっとそれをまずやってみます。簡単に10ヤードぐらい伸びちゃう。なるほど。音もいいよね。音いいですね今の。もう一回いきます。何球かちょっといきましょう。もう一球いきます。じゃあ実際にね、今ねちょっと私が最初の20ヤード、腕だけの振りのアプローチね、それと30ヤードのに伸ばした時に何が変わるか、右足とかウエイトの配分みたいなね、そういったことでボールがしっかりフェースを捉えてくれたり、音が変わってすごくこうね違うボールが出てるっていうのが実感できる、そういう形を皆さんもぜひね確認してもらいたいなと。それとこれね、もう本当に当たり前なんだけど、このアプローチができるようになると、
寄せ腕、はい、これ確実に増えるんで、はい、まあぜひねこの技を皆さんも身につけてください。